次の曲の紹介です。この曲は昨年発表されました、岩手県出身の歌手木原武史さんのシングル曲ということです。龍飛岬を舞台とするこのタイトル曲は、雪日に阻まれた望むことの叶わないかの地を見据える男の心中に去来する思いを歌った楽曲だそうです。本日はこの歌を四万十市天神橋で31年間営業している喫茶店アップルのマスター南栄さんに歌っていただきましょう。曲はああ龍飛岬。Thank you.
南栄さんでアータッピ岬をお届けいたしました。皆様機会がありましたらアップルの方にコーヒーを飲みに来てください。南さんのような苦味のあるコーヒーが飲めるかもしれません。